フォックス230チャンネルへようこそ。皆さんこんばんは。こちら私が清水の舞台から飛び降りたような気分で買った iPad Air 4になります。今日はこの iPad のためにアクセサリーを一つ買いましたので、それをご紹介したいと思います。開けていきますね。マグネットでくっついていて、本体がこう2つに分けることができます。こちらの方は磁気マグネット USB-C アダプターといって、一度部品を iPad の端子に挿しておけば簡単に充電とデータ転送ができます。本来でしたら充電するたびにこの端子をこちらの方に入れますので、摩耗して端子が消耗する恐れがあります。でまずこちらのですね、これ2つに分かれますので、こちらの小さい方をこの端子に挿しておきます。そしてこちらをマグネットで接続します。充電するにはこちらの方にですね、こちらの方に充電の端子を突っ込んで、マグネットでカチンと、これで充電ができるようになります。つまり、ここの端子は抜き差ししませんので、ですね、こちらの端子は抜き差ししませんので、消耗することがないと。もし何か不具合が起こっても、これだけ変えてやったらいいということになります。ね。こちらに充電用のケーブル、本来でしたらここに突っ込むはずのやつをこちらの方に、よし、これでピンと、あ、これランプがつきます。ランプがつきますし、 iPad の方ですね、充電マークがついてます。このように取り外しも簡単ですし、 iPad 本体に挿していても対してこう出っ張りが少ないので、全く気にならないレベルです。こちらの方は充電だけでなくデータ転送にも対応している商品になります。カタログデータを見ますと、480メガ、だいたいUSB2.0 の転送スピードが480ですので、USB2.0 クラスということになります。この iPad 自体のこの端子は USB3.0 やと思いますが、まあ、詳しくは調べてテロップの方に入れておきますが、データ転送のスピードはこのアクセサリーを使うことによって、衰え、理論的にはすごく遅くなりますが、実用に耐えうるものかどうかはちょっと実験してみたいと思います。これに変換するもので USB-C に変換してあります。で USB-C ですね、それをこちらの先ほどのこちらの方に接続して
接続してデータ転送ができるかどうかちょっとやってみたいと思います。ね、でファイルアプリを開いて、コピーを取ってみたいと思います。終わりましたね。え、早かったですね。10秒ぐらい、240メガ、あとで時計ちゃんと測っていますけど、大体10秒程度で、240メガをコピーできましたので、そんなに実用的にならないというほど遅くはないですね。ちゃんとこちらでコピーが取れました。これですね。